絶壁レイアウト水槽、赤ヒレ繁殖計画、前回の動画から結構経ってます。卵はね、卵は産んでません。お腹もちっちゃくなった気がしますね。メスのお腹もちっちゃくなった気がする。ということで今日はメンバーチェンジ、そしていい情報をいただいたんですよ。それをやってみます。まずね、お魚たち戻します。今まで狭かったんで戻します。これで少し暗くなるかな。わ、水溢れる。見えてる、これ大丈夫。よいしょ。はい、見えてる、これ大丈夫。よいしょ、全部戻す。よし、2匹いっぺんにいけ。はい、あっと。でね、今の隙に汚れを取る、ゴミを、主に食べかすだな、少しきれいに。あ、奥の方は汚れてる。奥の方だな。奥の方初めてかもしらん。うん、こんな感じです。そしていい情報というのはビー玉。下一面にモス、それを敷き詰めるのが結構ポピュラーなやり方なんですけど、今回はねビー玉けどありません。それに変わるもの、それをねやってみる。なぜかというとね、グッピー水槽、今現在グッピー水槽こんな感じです。今照明時間ではないですね。サブの照明使ってます。ここにこの隙間ありますよね、石の隙間。ここら辺に結構稚魚が隠れてるんですよ、こういう隙間に。うん、いないんですけど。これはあれですね、ビー玉理論、それと同じということでね、これらを使います。うん、ちょっとね汚いな、最近掃除してないんでかなり色も汚いと思いますけど、これを使います。何個かね拾っていくと、よしと。一番汚れるのがねこの水槽、この水槽はねほんと一番汚れる。これだけ回収できた。少し汚いんでね洗います、飼育水で。これですすぐと。うん、これぐらいで。全体的に。で、整える。あ、まだ汚れが。これでね、あれかな、この隙間に、こういう隙間に卵たちが、親に食べられない、
これがね、ビー玉作戦。これがビー玉作戦をヒントに、小石作戦。お魚たちは、お前らこれ邪魔だろ、これ。配管邪魔だろ。こっからお腹の大きいやつと、元気のいいオス、2ペア、選別します。どれだ？あんまりお腹大きくないな。みんなお腹ちっちゃいな。あ、これだ。お前そっち行くな。お前そこ見切れてるって。あ、これだ。これ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 。お前。場所が悪い。場所が悪い。なかなか立ち位置がないし、撮影するあれも押すから。ダメだ、撮影は難航するやつだ。邪魔だ、避けて。よし、よし、元気の様子。オッケー。ああ、汗だくだろ、これ。この4匹、これでまた新しい計画が始まりました。今回注意することは、有精卵を確認したら親たちを避難させること。そこです。以上、赤ひれ繁殖計画再スタートでした。ありがとうございました。あっ、ちょっとちょっと、メス3匹か。オスとメス、ちょっと分かんなくなってきた。お腹のちっちゃいのはオスだよな。